メイコと話すことで気持ちの整理がついたのり子はある晩風に見合いをしたくないと思い切って申し出るすると結婚はあくまでも見合いだとこだわる風と恋愛結婚だった押しずの間で言い争いになってしまううなだれるのり子を見て雄太郎は早く結婚させてのり子をこの家から 出してやる方がいいのかもしれないと考え始める数日後市場で師匠に会ったメイコは結局リコが明日見合いすることになったと告げるああんたはそれでええんか旦那その家を幸せにするんちゃうんかったんかその交渉を幸せにする言うてなかったか 師匠の言葉にハッとしたメイ子は家に戻るとリ子に「ここになさい!」と語りかけた。どうやったらご飯が楽しい家になるのかちゃんとその目で見て考えてからお嫁に行きなさい。リコはうなずき涙を拭って笑った。しかし見合いは翌日。リ子の幸せを願う和枝の気持ちもわかるだけに和枝の顔も潰したくない。 メイコは自分が粗相して見合いをぶち壊そうと考える。